ブッチャーはウルフと一緒だ。市内のテロ組織に潜伏している。ブラボーが捜索する際、私の仲間に協力させよう。奴らが山に逃れるなら、市のハイウェイタリークアルムートを通るはずだ。ロシアの侵略からの避難民がそこで爆撃され殺された。その付近に村がある。奇襲のためにハディルと彼の戦士たちをそこへ送った。アレックスは私と高台に位置して狙撃態勢を取り、ウルフを待ち構えるんだ。ハイウェイはこの下だ。ハディルの援軍はウルフを待ち伏せている。ここだと格好の的にされるぞ。ああ、チャンスは一瞬だ。バルコフの部下は必死に追ってくるだろう。奪い返しにね。ここで待機だ。さあ行くぞ。ウルフの隙にさせない。戦前にはこの村にも笑いが溢れていた。君も笑った方がいい。そうだな。 CIA は何の略か知ってるか？え？ちょっと活かしたアメリカ人。悪くない。鉄板ネタなんだが。アメリカ人だけだろ。そいつを手放すな。了解です。ハディルが用意した場所だ。父はハディルをこう呼んだ。小さなライオンと。お父さんは今？死んだ。戦死だ。引き続き報告を。アレックス、こっちだ。ハディルが待ってる。何もかも持ってきてもらった。アレックス、こいつを見てくれ。338ラプアだ。600メートルの距離でもアーマーを貫く。自分で組み立てた。使ってくれ。見事な銃だ。命がけで守れば銃も尽くしてくれるだろう。ありがとう、ハディル。最適な射程だ。ターゲットは私が探す。俺たちはもう兄弟だ。がっかりさせるなよ。腹ばいになれ。その方が安定する。スコープを覗け。やるぞ。ハイウェイ付近の光るものを探せ。見つけた。ハリー、みんなと合流しろ。了解しました、司令官。近くに私のチームがいるはずだ。よし、見えたぞ。攻撃開始とともに援護してくれる手はずだ。アーヤ、バスのそばにターゲットを置け。チェクラメ、ベントラム。頼りにしてる。縦のノッチで距離を調整する。一つで200メートルだ。サルジャーヘッド。離れてくれ。射撃を始める。ターゲットは400メートル先。ノッチ二つ上を狙え。ズームインしろ、アレックス。ポリタンクから2つ分上を狙え。ターゲットからノッチ2つ分上だ。外した。妹を不安にさせるな、アレックス。ノッチ2つ上、左1つの位置で狙え。コツがつかめてきたようだな。兄さんも喜んでるぞ。距離とターゲットを変えてやってみよう。遠くに青い家がある。見えるか？青い家を確認した。アイスボックスの上にフルーツがある。距離600メートル。準備でき次第撃て。右側の高めを狙ってみろ。右側の高めを狙ってみろ。
右側の高めを狙ってみろ。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 低すぎる。距離は600メートルだ。右側の高めを狙ってみろ。右側の高めを狙ってみろ。低すぎる。距離は600メートルだ。右側の高めを狙ってみろ。命中。スイカ割りの才能があるみたいだな。聞こえたぞ。まったく、二人とも集中しろ。もう飲み込めたろ。いいか、環境をうまく利用しろ。旗で風向きがわかるし、建物で距離も測れる。わかった。よし、ではハイウェイを見張れ。すぐに連中も来るはずだ。何もいないが。何かいたぞ。オイルポンプのそばだ。野良犬か。道路の監視を続けろ。すぐにウルフが来る。東から1台の車両が接近。了解。攻撃はするな。車両を発見。奴らに気づかれたぞ。惜しい。もっと左だ。かかれ。攻撃の先だ。アレックス、よし、偵察二人を片付けた。アリ、始めてくれ。ハディルはウルフを奇襲するため、彼らを潜ませている。アレックス、トラックに仕掛けをするチームを援護しろ。ウルフを殺してもガスは戻ってこないぞ。そうだな。見つからなかったらどうなる？そうはさせん。よし、配置について合図を待て。連中はトラックを移動させてから通るはずだ。奴らが近づくのを待って起爆しろ。ファラ、東に車両部隊が見える。わかった。決戦の時だ。健闘を祈る。奴らに気づかれたぞ。始末しろ。かかれ、攻撃。白いトラックの裏に隠れてる。命中。グレネードだ。下がれ。
見事なハレクス。グレネードだ。命中。バスの左だ。見事だ、アレックス。バスの右手だ。命中。バスの中にいる。命中。バスの中。命中。窓のところだ。ウルフの援軍だ。チームを引かせろ。引けとくわけにが。引け。アリ、撤退だ。引け。エンジンを撃て。奴らを止めろ。やった。敵のマズルフラッシュを見逃すな。いたぞ。仕留めた。アレックス、新たな敵の迫撃砲チームだ。始末しろ。辞任した。クリア。しとめた。まだだ。まだ一機残ってる。辞任できない。何が見える？600メートルだ。動いた。青い家のそば。確認した。迫撃砲クリア。車両爆弾。左だ。あのトラックを止めろ。トラックを撃て。早くしろ。ドライバーを狙え。撃て、アレックス。撃つんだ。近すぎる。
撃砲クリア。車両爆弾、左だ。あのトラックを止めろ。トラックを撃て。早くしろ。もう一度撃て。ドライバーを狙え。撃て、アレックス。撃つんだ。危なかった。いい腕だ、アレックス。ウルフは必ず来る。出なければこの部隊に道を開かせるはずがない。兄さん、 IED の接触の限りと私は周囲を固める。アレックスは東のバンカーで補給しろ。アディル、爆薬はまだあるか？容赦するな。前と同じだ。敵が近づいたら爆破しろ。巻き込まれるなよ。アレックス、プライス隊から無線だ。緊急だと言ってる。プライス隊が無線でお前を呼んでる。どうぞ。エコー31より指揮官へ。アレックス、ウルフが町から逃げた。そちらに向かっている。スナイパーだ。ロシア人も来るぞ。ゼロ。指揮官、敵に遭遇しました。身を隠すんだ。了解、そちらに向かう。身を隠せ。ハイウェイから撃ってきてる。風向きが変わった。風が強くなった。調整するんだ。左にノッチ4つだ。もう一度だ。奴が位置を変えてる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 。奴を撃て。狙い撃ちにされてる。アレックス、スナイパーを探せ。見つけた。見逃すな。見事だ、アレックス。アルカターラがハイウェイの向こうに集まってる。ウルフか。奴らの援軍もすぐに来るはずだ。ファラ、スモークだ。白いスモークが左で上がってる。ロシアの APC、北西だ。アレックス、どうにかして奴らを食い止めろ。あの装甲は打ち抜けない。タイヤを撃て。タイヤを狙え。その調子だ、アレックス。
が移動してる。こうするしかなかった。これで帳消しだ。ダメだ、こんなやり方。アレックス、話を聞いてくれ。
ガスをロシア人から盗んだのは皆を救うためそれだけだ。ファラに伝えてくれ、アレックス。